どうも皆さん、レック専任講師の宮口です。今日は短刀レボリューションね、これのプロモーションビデオ行ってみたいなと、このように思っておりますけん、一つよろしゅうお頼申し上げます。それでは2023年向け短刀レボリューションのですねチラシをご覧いただきたいと思っておるんですが、この講座ですね、直訳すれば短刀革命とね、ちょっと俺邪魔ですね、短刀革命というぐらいです。どんな講座かと言いますとね、まず丸抜試験ですね、便利試験におけるそれ対策なんですが、体型別でもなく年度別でもないとね。だからこれ青手の問いですね、否定的だからね、もう授業さながらですね、蛍光ペンを使ってね、で条文ごとに過去問出題状況を3段階ね、1、2、3、そうですね、3段階中のは簡単、中ぐらい、中ぐらいというかもうややなんて言ってもいいね、で難しいと、その3段階に分けております。で3ステップ学習法マトリックス、これなんだと今ちょっとね手元にあるんでちょっと見てみようかなと思っちょりますけんね。例えばね本当はこれノウハウだからあんまり見せたくないんだけど、しゃあないですね。ほら一条から順にこの私が分析しておるわけですよ。でさすがにですね、この特許法の法目的一条はですね、ちょっと私隠れますね、邪魔だくんなもんだから一度も、出たことがなかということになっております。ほら一回も出たことないですね。ちょっとひん曲がってですね、私は竹をスパッて割ったような性格するからね、ひん曲がってるの嫌いなんですよ。なお二条はですね、こんな感じとね、分析でしょ。でこれで黄色とかねピンクとか塗ってますけど、最新の過去問である R4、 これ黄色で塗ってます。でステップ3の問題とかステップ2の問題でもいい問題とか、なんか俺がこう過去にね忘れられない問題だと思って判断したやつはこうやってますから、やったやつをこうね色を塗ってますね。ほらこういうふうにね、やったやつ黄色に塗ってるでしょ R4 ね。ステップ3もこうやってやってますから。で条文が出てきたことがない条文、過去19年21条全く出てないでしょ、すごいでしょ。25条ですかこれ、26条も1回も出たことないね。でそういうところはね過去問じゃどうしようもないんですよ。だから見荒れ字で何とかするとね、例えばね26条が出たことないからね、26条でも見ましょうか。21でもいいけどね、21出たことないわけでしょ。だからこれ過去問がないからさ、対策の打ちようがないですよ。なのでそういうところはね見荒れ字でバッチリやるよと、ほら一回も出たことないからね、もうとりあえず条文でマスターしておこうよとね。21条こんな条文ですとね、これはね権利の移転が行われた後にね、例えば出願人が高3がですね出願人だったんだけど、大津さんに名義が変わりましたと。で特許庁が特許査定等本あるいは拒絶査定等本を送る際に誰に送る、今はもう大津になってるんですよ。そしたら大津に送るわね普通。でもよ、公に送達も構わないよという条文なんですよ。でこれはおそらくですねやっぱ内部手続きとしてすぐに反映できない場合もありますよ。ね、だからこう特許庁の内部業務として間違って公に送達する場合もあろうかと思うんですよね。だからそれをこう条文的にミスではないよっていうふうにするための条文ではなかろうかというふうに思っとるわけです。まあでもね、まあ自分で自分たちのルールを作るわけですから、それはルールを作る人が一番偉いですよ。ね、自分たちにはなるべく有利になるようにね。まあそういうもんじゃないですか、世の中って。はい、でちょっと目につきましたのが23条なんですけどね、たまたまこれはやる予定なかったんだけど、今これねパッとしない条文なんですよ。受刑っていうね、受刑ってなんや。これ財産だったら人が死んだら相続しますね。親が死んで子が相続、手続きは相続するって言いませんから、まあ財産は相続しますけど、手続きは受刑って言うんですね。例えばね、こんな感じですよ。お父さんが特許産したんだけど拒絶査定謄本が来たもんだから、ショックのあまり死んでしまったと、お父さんがね。そしたらもう一家は一大事ですわね。だから誰が受け継ぐのかっていうことが懸案事項になりますわ。ね、でその時に突犯、猛職、受命ますと、ね、特許庁長官または審判官がですね、申し立てによりその一族のあるいは職権で、受刑命令ますとね、受刑するように命令する。ね、でまあ届け出をするんですよ。この人が受け継ぎますよね。でもしですね、期限が来てしまったと、そうするとですね、突犯経過日、その指定期間経過日に受刑期間、受刑があったものと見なすことができるよっていうね。だからもう一回ね、突犯猛職受命ますと、突犯経過日受刑期間ね。で最後に締めくくりは長が出てきますよ。特許庁長官は常に出てくるんだけど、審判長ね、ほら最後の締めくくりだから、でその受刑があったものとみなすっていうお知らせを通知しないといけない。ほら、特徴受疑生つちますとと、特徴受疑生つちますととね。文末がマストとかキャンも丸抜に影響することがあるからね。そうでしょう。これ俺も覚えてるかな。突犯猛職受命ますと、突犯経過日、経過日受刑期間、特徴受疑生、つちますと。ほら俺も覚えてるやんね。一度覚えるとなかなか忘れないからね。いい講座ですよ俺。であとなんだ、一回もやった出たことがない条文としてはですね、26条があったんで、26条もね、ちょっと赤の蛍光ペン、赤ペンでもいいですよ。赤蛍光ペンの活躍の場があんまりないもんですから、ちょっと塗っときますわ。これね、これいかにも出なさそうだけどね。特許に関し条約に別段の定めがあるときはその規定によると。条約と国内法の橋渡し的役割を果たすと。まあこれ俺流の理由付けですけどね。これはね、ちょっと知ってます？日本の法律の序列ってね、一番偉いのが憲法なんですよ。日本国憲法ですね。で次は条約なんですね。序列第2位です。条約なんですよ。で3番目に法律が来てるんですね。でその下に経済産業省令とか政令が来るんですよ。だから当然ですね、条約と国内法で、国内法に何か規定がないんだけど条約に規定があると、そしたら当然条約が適用されるっていう話です。矛盾が生じてる場合もね。ただ矛盾が生じてるような状況というのは今ないと思いますよ。内閣法制局は目を光らしますからね。まあそんな感じで、例えばパリ4条 B というのがあります。パリ優先権証の効果がね。だから例えば書いてみましょうかね。 EX パリ4条 B ね、要するに パリ条約の優先権書の効果ね、うん、公開とか規定する効果は特26条を介して、うん、適用される効果が得られると。ということになるんだよね。まあ26条書き忘れることも多いんだけど、4B だけでもいいんですけどね、まあ、一応正確にはパリ条約4条 B というのはあくまでパリ条約の規定だから特26条を介してその、まあ、大国スカンジの利益が得られるよと、うん、そう一応書いておこうか。パリ 4B の効果というのは大国スカンジの利益が得られるということです。出願時っていうか出願日の方がいいかな。はい、もうなんか授業みたいにやってますね。いいじゃん。なんかこうこういうふうに進むんだなというのがわかるでしょ。如実にわかるっちゅうかね、画像も見やすいと思いますよ。はい、では野花、まあところどころこういう私がね四角で囲ったところがありますけど、こういうのはねリズミカルだよって言いたいんですよ。28をね、特許証がこうされる場合として一番典型的なのはね特許権が設定登録された場合なんだけど、これ訂正が認められた場合ということですよ。ね、で語呂合わせでこうちょっとオレンジになぞるけど「訂正決心確登録」って覚えると分かりやすくね「訂正決心確登録」どうよ覚えにくいか。これ黄色のイメージやな。訂正決心確登録確定申決の登録ね。で74条移転請求、これはまあちょっと赤蛍光ペンぐらいにしとこうかな。であと再交付オレンジにしとこう。再交付汚し損じ、失った汚し損じ失ったね、こんな感じでねリズミカルにやればいいんですよ。ね、うん分かった。色の使い方もちょっと分かってきたやろ蛍光ペンのな。まあそんな感じだい。であとなんで特徴か、条文ごとに過去問出題状況がね分かったやろ。で出題頻度もねすっげえ分かるやろこれ。出題頻度すっげえ分かるよこれね。結構7条すごいよね。15条あんまり出やんな。あと22条もほとんど出ないねとかね分かるでしょ。24条今年出てるねとね。であと3ステップの難易度に、順に分類。そうですね、学習の状況に応じて、無理なく取り組めると。で私はねステップ1はあんまり解説しないんですよ。皆さんが独自にできるかなと思ってね。でも分からん問題当然あると思います。ステップ1レベルでもね難しいのあるからね、まあ俺が簡単だと思っても皆さんが難しいと感じる問題はあるから。そうだから皆さんがねちょっと待ってね、こういうふうにやるといいよというお話をしますから。出た皆さん。まずね色の説明はこれで大丈夫ね。こら、蛍光ペンの色はね、7色あるといいですよ。虹色の、7色のフィナーレ。1、2、3、4、5、6、7。7色のフィナーレというのは私がごひいきにしてるアーティストの曲です。はい、3番、3ページ、これね、これ大会かなんかで配る板書なんですけど、いいですわ。ね、超簡単。ほら、皆さんにとって超簡単なやつは、これね、A ランク。丸×だけはなしに根拠条文も答えられるようなやつ。ね。もう80から 100% 自信ありみたいなやつね。これ A ランクにする。で、B ランクはね、答えはもう簡単に出せるんだけど、なんていうのかな。まあ、条文がわからんと。丸×ならわかる。根拠条文は言えない。まあ、だから6、7割って言ったところがね、これ B ランクにする。まあ、B まで言っときゃね、受かるけどね。うん。ちょっと自信がない。そう、標準的な問題ね。まあこれはね、こうするといいよ。丸×がたまたま正解してても自分に厳しく C ランクつけてください。もう迷ったなと思ったらね、わかる？迷って合う場合もあるし間違う場合もあるわけじゃん。で合ってたら嬉しいんだけど、やっぱもう迷ってるわけやから、もう C ランクにしとかんとね、次もまた迷うよ。ね。だからやっぱ C を B とか A に持っていかないかんないから、自分に厳しく C をつける。自分に甘い人はダメです。うん。はい。D はディフィカルトね。ややなんていうかもう難しいでもいいんだけどね。うん。E はね、もう超難だね。うん。超難関だね。イプシロンでもいいですよ。E って書いてるけどね。イプシロンってこれだけどね。うん。イプシロン株ってなかったっけ？コロナイプシロン株。ないか。デルタ、アルファ、ベータ、ガンマ、デルタぐらいまであるけど、イプシロンはまだ出てないね。出せば記号を使えばいいのにね。まあそんなとはどうでもいいね。だから CDE が皆さん最初のうちは多いんだけど、最終的にこの A か B に持っていけば受かるよ。まあ全部持っていけるように繰り返してください。素言コツですわ。だと過去問19年分もやってるっちゅうところがね、すごいわな。過去問19年分の講座ってなかなかないよ。うん、ちょっと赤で塗っとくか。で、あとね、レックのほら、こういう問題集があるじゃん。これちょっと古めのやつなんですけどね。2017年とか書いてますけど、レックのね、お得意の法文集、違う。レックの体系別問題集ってやつですけど。ね。でもこれね、平成29年の追試はついてません。でも私の講座はついちょりますわ。これもやっぱ強みですわな。例えばね、ちょっとどっか出てこないかな。ありましたほら、14条のところ、ほら追試ね。これ平成29年追試ですわ。どうよ、なんで平成29年だけ追試なんですかと。それはまあ授業で喋っちょるけん、まあ聞いといて。今喋るとね、長くなるんでね、無駄に時間が費やされますんでね。はい。で、オリジナル問題。オリジナル問題見せようか、じゃあ。しゃあないからな。ちょっと待ってよ。どこ置いたかな。待ってくれな。オリジナル問題皆さんも見ていいだろうからね。ちょっと探しようわ。マイク置いてね。よしよし、いくぞースト。これあれ去年だけどな、まあ参考にはなるやろ。去年のですわ、ほらタンレボン2022オリジナル問題集ね。それでね、すげえコツが起きたんですけどね。今までさ、平成じゃない、令和4年度に初めての、24条、うん、初めての24条が出たんですよ。ちょっとこうすれば見える、うん、ね、はい、24条は初めて出たとよ。これなんだよこの黒いのは。あ、こうすれば消えるね。それで24条、これ24条ってさ、これちょっとまあいいわ、見てもね、ちょっと見せるわ。これ新作問題シリーズね。ちょっと俺邪魔だね、消えるよ。うん、はい、3番、公の委任による代理人乙によって公が訂正審判を請求し、その後公が死亡し、兵が当該特許権を公から相続した時であっても代理人乙がある場合には手続きは中断しないと。つまり代理人がいる場合にはね、手続きは中断しないんですよ、死んでもね。で解説見るとまさにその通りで、当社の死亡があった時は手続きは中断するが、委任代理人がある場合には中断しないというふうに書いてるでしょ。でそれで今年の問題なんですがね、これ的中してるんですよ。ああ、平成24年でしょ。で俺ちょっとね、ちょっとこの問題冊子が忘れとるんで、ちょっとこっから先はですね、PC 画面をちょっとお見せしますね。はい。べんりししけんで検索しますからね。はい。今年の問題。担当試験。問題。R41 のほ、これですね。ほら、これ皆さん R41 のほ、これです。ちょっとこれもうちょっとでかくできないかな。じゃーん。はい、これです皆さん。特許専任が死亡した場合であっても、審査手続きについての委任代理人がやるときは審査中断した。ほら的中してるでしょ。でこれ結構ね的中するんですよ。私のあれ、今まで出てないやつをこうターゲットに新作問題してたらね、 R3 においても的中しますよ。ほら見てください。 R335 BMW335 じゃないですけどね、 R335 にて的中してますよ。ほらね、道元ですかい、うどんですかい、ラーメンですかいにそばですかいです。どうよ。そげんな感じですよ。いい講座でしょ、俺。なかなかないですよ、ここまでいい講座。私もなかなかね、辛口なんだけど、それでもね、このいい講座だなというね、絶賛してるぐらいですから。はい。あと何ね、これ、知識の穴となる出題頻度の低い。そうそうそう。だからそれがオリジナル問題集であり、見荒れ字でそのね、問題があんまり出てないところは見荒れ字で強化するというね、そういうそのなんていうかコンビネーションだよね。うん、知識の穴となる出題頻度の低い条文は見荒れ字とオリジナル問題集で補完するもんだから、バッチリチリバツって感じなんだね。でここがおすすめとか書いてるね。過去問対策だけなら問題集でも足ります。単レボは、未出題の条文についての、オリジナル問題、上4法100下3法100の合計200絵だね。まあ両方取ればですけどの一問一答集を駆使したトータルでの基準点、科目での基準点突破を目指しますということですね。なもんだからね、ここまで気合いの入った担当過去問対策講座、他にあるだろうかないだろうっていうね、いう感じです。はい。で、あとは何ね、これ。ああ、これね、もうさっき見せたよりやろ、スプレッドシートってやつね。ああ。で、ああ、見やれし。ああ、これね。なるほど、なるほど。あとね、もちろんね、こういうふうに考えてる人もいるでしょう。ほら、レックの体型別取ればもうね、十分だわと。ね。じゃあ、そうお考えの、あ、一応これ見といて。はい。上4方が、全部で16回あります。で、お値段が11万2,000円ですわ。下3方、キーレンジャーでいこうか。全部で10回ありまして7万円です。まあ回数に応じてちょっと安いですわね。で、2つ合わせると1万円ぐらい安くなるからね。ピンクと黄色を混ぜ合わせるとね、オレンジになりますから、オレンジ両方合わせるとね。だから担当の必要な人はもうね、両方取った方がいいと思いますけどね。はい。で、授業はね、基本的にこの3つで進めます。スプレッドシートと見やれ字と解説冊子のこの3本柱で進めていきます。で、問題集もあるんだけど、これね、問題冊子も配りますが、これは私はやりません。皆さんが直前ぐらいになってまっさらな状態でほら新作問題じゃないんだけど、過去問はいかにも新作のような気分で解いてもらいたいからね。問題冊子は汚しません。私は解説冊子どんどん汚していきますからね。オリジナル問題集はオリジナルの回でやります。ほらちょっといいか、オリジナルの回があるでしょ、ここで。だからここにこうやってね、こういう感じで。あと注意点ね。今はもちろん申し込めるんですが、一番早くて9月8日に配信可能になります。これね、一番早くてね。はい、で最後はいつかというと、来年の7月31日まで、ウェブ動画配信やってます。ただね、聞けるのはそうなんだけど、申し込みはね5月ですよ。当然だって。担当試験がね、5月中に行われますから、まあそれ以降に聞いてもあんまり意味がないからね。口座番号 MB23364 ですね。まあそんなところですか。それで私ね、何をしようかっていうと、例えばですよ、例えばなんかね、いい問題があったんですよ。ちょっと待ってね、あれは48条の問題だったな。そうだよ、48条の問題にね感動しました。ちょっと待ってるよ。これだ。これちょっとまあお見せしていいだろうね。このぐらいいいよというアピールになるから、例えばね、今年の問題 R4 の3-2という問題があるんですよ。ね、でこれ多分ね、レックの問題集いずれ出る、多分字面の解説はちゃんとついてると思うんだけど、何が違うか。私の講座だとこうやってね、ちゃんとね、その一神党とか二神党が分からん人でも分かるように書いてるとね。ちょっとやってみましょうか。はい。特許さん A の出願年項がいますね。出願年項ですね。はい。はい。がA の審査をする審査官 O2、審査官 O2。これちょっと黄色で塗るわね。はい、での配偶者、審査官オツの弟の配偶者なんですよ。弟の配偶者ね。弟がいますの配偶者なんですよ。うん。でまあ女の人なんでしょうね。分からんけどね。逆もあり得るか。俺勝手に兄ってやったけど、まあお姉さんの場合もあるからねまあいいわ、そこはちょっと目をつぶってください。まあいいです、そこはお兄さんだろうがお姉さんでもいいんですよ。でうん、でそれと結婚しますから、結局ね、お兄さんから見て審査官たる、まず親に行きます。親が第一神道です。戻ってきて第二神道です。それの配偶者ですから姻族ですね。姻族です。はい、だから姻族第二神道ということになるわけですよ。姻族第二神道、ほら姻族第二神道ね、ほらだから分かりやすいでしょ。こうやって図で説明するとね、言葉で説明しても分かる人は分かるんだけど、この南神党とか分からん人にとってはね、ああそうやるんだと、自分をゼロと見て、自分がゼロです、親に行って1です、弟に戻って2で、それの配偶者姻族ね、結婚してなければ、まあ、血族ということになるんだけど、これ結婚して姻族の関係が形成されますからね。まあそんな感じですよ。で三神党以内の姻族だからこれ除籍されるとね、そうですよ。エコひいきされる可能性があるからね。そんな審査官エコひいき、まあ逆もあるかもね。家族に恨みがあれば全部拒絶するかもしれんからね。まあそんな感じですよ。だからやっぱりレックの体系別もいい本だよ。それは間違いねえんだけどよ。よりベターとこういうふうにね、よりこうビジュアル的にね、皆さんが理解できるように私も努力しちょるというコツですわ。ね、うん。で板書もね充実しちょるよ。板書もかなりねすごいですよ。ほら例えば平成20年のね60の4っていう問題があるんだけどね、これなんかもほら板書が超気合が入っとるやろ。ほら、まあ、もちろんレジュメも気合が入ってんだけど、板書も気合入れてこう皆さんが理解できるようにね説明しとるけ。ね、まあ実際はまあ見ていただければ視聴していただければいいと思います。申し込んでね。はい、じゃあ大体重要なことは言ったかね。うん、言ったと思いますけどね。どうでしょうか。はい、じゃあもう時間がはい、あとね割引はないです、この講座ね。皆平等です。公平の見地からね、55ポイントを含め一切の割引はございません。DVD もございません。あとはこれは何、在庫状況や物流関係で10日から2週間かかる場合があります。まあおすすめもう一回ね。はい、従来の過去問対策の非合理から解放。そうですよ、今までにない革命ですからね。オリジナル問題集で上4法と下3法鍛えるぞとね。まあそんなところですが、担当革命ですからね。うん、要はね最終的に時間がなくなった時に、このスプレッドシートから判断してもこの条文をやればいいなとか分かるからね。まあ最悪ですよ、最悪もうこれ捨てるっていう手もありますから、この出ない条文はね。うん、19年間ゼロですから出題数が。だと単例簿の強みはあれなんだよね。大体試験員もねこういうの持ってるんですよ。試験員もこういうレックとか他の予備校の出してる。で大体どこも10年分です。だからそれを外して出そうと思う。で大体試験員が10年以上前に弁理試験に受かってます。なので例えば自分が勉強したやつが家に残ってたりするんですよ。だからそっから出そうと。ね、そうすると単例簿はそこまでカバーしてるからやっぱ強いわけですよ結局。それも単レボの強みの一つですね。はい、それではこの辺で終わりたいと思います。はい、2023年向け担当レボリューションね、これのですねプロモーションビデオをねやりましたから、ああ、今日はこの辺で終わりたいと思います。大丈夫？はい、2023だからね、22じゃないよ。はい、じゃあどうも皆さん、このプロモーションビデオ、ご清聴ありがとうございました。